Thank you.
Thank you.
Thank you.
ありがとうございます、第2部はもちろんこれでおしまいということですけど、まだまだ続きます、はい、お帰りにならないでください、トイレも行かないでください、はい、私ども、今年は本当に先ほど、メンバーが紹介してましたけど、このシーズン、本当に毎週のように実は本番がありまして、子供たちその分十分鍛えられてきたはずなんですが、サウンド的にもレベルアップとしたと思っております。その、私たちの、大切なその音楽作りのお手伝いを先ほど、第1部でも素敵なソロを聴かせていただきました米津宏さん、私ども3年生がもう一度、自分たちの最後の舞台で一緒に演奏させていただきたいということを熱望するんですが、米津さんにもう一度舞台に出ていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。はい、紹介します。米津宏さんです。ありがとうございます。ちょっとインタビューを。はい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 、米津さんといえばお手元にブラストのパンフレットが入ってますけど、はい、もう何年ぐらいになったんですかね。そうですね、所属してから8年になるのか、私は6回目になるんですよね。はい、もう行かなかった都道府県はないですよね。そうですね、47都道府県過去に2回行ってきました、ね、ですよね。はい、まあ、そのお忙しいようですが、実は今年もまたありますね、はい、そうですね、今年夏またツアーがあります、はいはい、チケット買われてます。私とから全然見えてないですよ。見えないですね。なんか1000人ぐらい手が上がってますが、チケット買われてますよね。まだこれからですよね、今日は。まだ、はい、まだまだ。京都でも夏、8月の10日、11日だったと記憶してるんですけど。はい。はい。だと思います。はい。お店だったので、ぜひ我々皆応援に行きますので、はい、楽しみにしております。よろしくお願いします。ということを、はい、練習はどんな感じで練習されてるんですか。そうですね、練習は、合宿みたいな。本当合宿みたいな感じの、ブラストで、アメリカのチームなんで、日本でツアーやるときはアメリカ人がもう一斉にこっちに来て1ヶ月半リハーサルをもう朝9時から夜10時まで週6もしくは間に合わなければ週7でずっとやってツアーをスタートさせるみたいな感じですけど。ということで合宿で、はい、当然もう弁当とか。そうなんですね、はい、そこらの適当に食っておくとか。そうですね、僕らは合宿というと強制布団引いて雑魚寝というイメージがあるんですけど。あ、でも近いですね。いつも山形のすごく田舎のところで合宿させてもらってるんですけど、旅館なんて布団なんです、まあ、僕ら日本人は大丈夫なんですけど、アメリカでこれどうやって敷くのって、なんかまた畳むっていう感覚はあんまないみたいで。なんですか。もう本当にたくさんお話伺いたいんですけど、まだ OK 出ません。まだっぽいです。まだですね、はい、まだお話聞いてていいですよね。はい、例えば実際今回全然話変わりますけど、はい、米津さんのトランペットビャーってやらはりますよね。ビャーってやらはるのちょっとビャーって聞いてみたいですよね、今。いや打ち合わせましたっていうね、3年生と一緒に演奏されるときにピャッと出るので。でも主役は、はい、いけてますか、バツに。はい、もう彼らは、ね、これで、はい、そうですね、みんなと一緒に演奏するのは最後なんで、はい、ちょっと一言言わせてもらってもいいですね。すいません、このままお借りして、ちょっと生徒に一言言わせてください。3年生みんな、これみんなおる、みんな出てきてる。大丈夫 ?OK。卒業おめでとうございます。うん、今年もなんかね、一緒にスペースでショーを一緒にミックすることができて、本当に嬉しかったです。で、やっぱ暑さで、僕も助けられたというか、私、なんか寂しいなっていうのもあるけど、あと今からもう一曲一緒に演奏できる楽しみにします。最後まで。ありがとうございました。それでは準備ができましたので、はい、お前ら頑張れよ。もう横で泣いてるからな。お願いします。
ます。よろしくお願いします。頑張りました。23期3年生、岡さん、拍手お願いします。毎日を充実することができました。
を歩んでいきます。これからも京都明徳高等学校マーチングバンド部の応援よろしくお願いします。ありがとうございました。